週間の天気をお伝えします。17日日曜日にかけて雨が降るところが多くなります。広い範囲で雷を伴った激しい雨や大雨となる恐れがあり、道路冠水や河川の増水、土砂災害にも警戒が必要です。また週明け以降も曇りや雨のすっきりしない天気の日が続きます。また日差しが乏しくても30度前後の蒸し暑い体感の日が多くなります。こまめな水分補給、塩分補給を欠かさずに熱中症対策を万全にしてお過ごしください。以上、週間の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。